野球どうもありがとう。今日はね、100 years premium live、 皆さんようこそいらしてくださいました。どうもありがとうね。バザーがね、デビューしたのが1976年、つまり40年前なんですね。そして僕が生まれたのが1956年3月、つまり60年前という、ね、40たつ60、100ねえ一生に一度しかないですからね。ねえ、だからこうやってね、本当こうやって盛大にね、こんな素晴らしいライブやらせてもらって本当ハッピーです。本当これまでね、支えてくれた皆さんとかね、今日もね、大勢集まってくれてるミュージシャンたちに改めて感謝します。どうもありがとうございました。音楽的な歴史ね、それをね、いろいろたどれるもあるんですけども、あとね、もう本当にもう素晴らしいゲスト大勢迎えてますからね、それもセッションの醍醐味というか、どんなことが起きるかね、それも本当に皆さんとってもすごくもう思い出に残るような最高のライブになると思うんで、最後まで楽しんでってくださいね。よろしくお願いします。早速1人目のゲスト、もうね、演奏してくれましたけど、紹介しましょう。僕のね、40年来のもうね、仲間同士ですよ。 From Baba 斉藤光弘。お久しぶりの方がたくさんいらっしゃる。思い返せば41年前かね、あれやったら ね、 ね、で、その時にまあ、いろいろ雑誌とかいろいろインタビューとかに載ってる部分もあるんだけど、実はその練習をしているところを見学に行ったんですよ、僕初めて会った時。あ、そう、ちなみに僕は第3のメンバーなんです、バガールね。だから光弘と新見がいなければもしかしたら僕はなかったぐらいの、まあ、そこでまあ、はい、どんなもんだってところで僕の練習を見に来てくれたんです。そんで、もうこのその演奏がすごかったんですね、これがね、びっくりするぐらい。18歳でとても一緒にはこの人とはできないというで、帰りの東横線で帰ったの覚えてるんですけど、新見君と二人で この話は断るもんねって。マジで本当ですか。マジマジ、っていうようなことがありつつ、でもまあ、ね、いろいろ一緒に始めて、なかなかね、まあ、気が付いてみれば40年、ねえ、はい、いいですよ。まあ、まあ、光弘すごい真面目に練習してたんでね、さっきの言葉はもう本当もうひっくり返すぐらいもう凄まじく上手くなっていってね、まあ、そんな上手くなってた話をこれぐらいのキャリアの人にしてもしょうがないですけどね。まあね、今1曲目にあったら実はね、バウアーにとってもね、デビュー曲と言ってもいいかな、最初にできた曲なんですね、ハーツオンファイヤー、ホエロバウアーの。で、今2曲目にあったのはね、これはメタリカが実は彼らがコピーしてずっと演奏してたというね、シルバーライトニングって曲でしたね。これはセカンドアルバムの曲でしたね。びっくりしたんですけど、そのメタリカが全員でバウアーの楽屋にシルバーライトニングが歌いながら入ってきたというロンドンであったんですけども ね、 ね、 OK、 じゃあ、ね、まあ、今回はね、本当にいろんなパターンのこのライブをね、一気に紹介したいと思うので、まあ、時間はね、限られてるんですけどね、一人というかね、もう次の曲やるとなんかこうライブが終わってしまいそうな感じはするんですけど、いつもこの曲やる前に今夜最後の曲と言って紹介するもので、この間も間違って MC でそうやってまだオープニングですよね。 OK、 じゃあね、このバウアーの感じでやりましょう。 Theme of Bow Wow。
本日はスパイ藤光弘。